こんにちは、坂井ギタースクールです。ご無沙汰しております。はい、というわけでね、ちょっと今日は最近の坂井ギタースクールについて、ちょっとお話ししたいなと思います。6月の頭ぐらいに、コロナにかかりましてね、3日間ぐらいね、ちょっと大変だったけど、あとはまあ普通に、ただちょっとね、咳が残っちゃったんですよ。ちょっと今もなんですけど、なのでね、喋るとすぐ咳が出るみたいな状態になってて、なかなか大変ですよね。ということで、動画撮るにも喋ったら咳が出るから、ちょっとねっていう、ここ 2,3 日でね、だいぶ咳が止まってきました。ちょっとまだ喋るとね、咳出そうなんで、もう今もなんかだいぶ咳が収まったと思ったけど、今すっごい咳出そうだし、はい、ということで、咳がね残ってる。周りでもね、咳 1,2 ヶ月残りましたっていう人も結構いて、大変なんだなってちょっと思ったりしてます。ということで、はい、イベントなんかは最近もちらほらあって、僕のね、2,3 ヶ月に1回やってる、引きっ越し親睦パーティーっていうね、それも、6月後半にねちょっとありました。最近はね、神奈川新人ギタリストオーディション、っていうのが、神奈川ギター協会のね主催でありまして、で審査員としてね、僕もその日は、1日過ごしてましたが、その辺の結果はね、ぜひ神奈川ギター協会のホームページを、見てください。ということで、咳が出そう。これからもうだいぶね収まってきたんで、これからまたちょっと、動画出していこうかなと思ってるんですけどね。はい、そんな感じです。はい、ということで、これからね、7月にもね、ちょっとギタートリオのコンサートがあったりとか、するんですけどね、その辺はまた近々お知らせしたいと思いますので、お時間ある方ぜひお越しください。7月の22日かな、7月の22日だったような気がします。東京でね、あります。はい、ちょっと咳が出そうなんでというか、ちょっと出ちゃってますけど、また動画で会いましょう。これからちょくちょく動画再開したいと思います。それでは皆さんからのね、質問コメント、どしどし待ってますんで、気軽にコメントよろしく、チャンネル登録もよろしく。